我々はここでずっと過去と未来の人生を生きるのだからわラスティー・レイクルーツ実況プレイやっていきます前回と全く同じ画面から皆さんこんにちは鹿ですえー、前回ねどこまでやったかというと、えー、カラスをあれ えなんかなくなってんだけど <laughs>。マジかー前回、えー、っと、言うのはまあ、つまり私、録画してるのはもう連撮りだから、あの、あれなんだけど、カラスなくなってるね。カラスここに置いたまま、えっと、一旦このボタンを押して、で、そんで、続けるっていう、こっちに押したのよ。で、これで <laughs>、 開始の挨拶をしようかなと思ったからなんだけどカラスなくなってるね <laughs> マジかーしかも音楽もなくなってるしもう本当マジでいや弱ったねこれそっかあーち音楽もなくなったからどうせなら一回音楽復活したいんだけどこれで音楽復活したりする ま、音楽って言ってもなんか、大した音楽じゃないから、大した音楽じゃない。それはちょっと良くない。言い方が。え、この雰囲気に合った、素晴らしく、あの、心をなえさせてくれるような音楽です。あ、どうしよう。一回戻ってみるか、もうここまで来たら。ちょ、どうせ訳わけかんなくなってきてるから、一回ここまで戻ろう。で、えっと、ここに来て、で、音楽復活した状態でやろう。あ、これちゃんと一応保存されてんだね。オッケーオッケー。 さあこれ多分音楽もそのうちなってくることでしょうえっと前回カラスどうやって作ったかっていうとああ来た来た音楽来たいいねやっぱりあると違うわああなえるなえるテンションが鳴いてくるこの気持ちでラスティーレイクルーツやっぱやらないといけんわハイテンションでやるゲームじゃないからねこれえっと前回確か私の記憶だとえこいつ卵と何かを混ぜてカラスにしたえ電気あそうそう電気だ電気電球だで電気は電気とこいつを、えー、混ぜればできるから電気を作ればいいんだけど電気は、えー、こうだしとこれ 覚えて,てよかった。で,でこれで、えー、電気の方が動いてるかななんとなく。でもまあカラスの先を結局どうするか分かんなかったんだよね。でこれでえっと電気とこいつを混ぜてでカラスはできました。はい。卵もむしろいらんかったかこれは。卵とも何も混ぜれなかったかな。まあ、多分混ぜれない。というか卵によってああうんあうんうん。 んんんんなんか混ざったぞ。混ざってしまった。ああれなんだこれなんか取れた。なんて書いてる今んこれなにこれなにこれ瓶えなんて書いてるえちょ,ちょっと、ここに多分文字が書かれてるんだけど、えー、わからんな。んこれ瓶だよね。違うあれ今何と何を混ぜて。あれこれちょっと違う。他の道具と違う。なんかできたできた。できたぞなんか。 今何と何をどうしてできたかわかんないけど、なんかできた。え、カラスじゃここ置いとこ。<laughs> え、分からんけどできたよ。ちょっと覚えてないけどできた。これ、不老不死の薬ですかエリクサーって書いてるけど。エリクサーって不老不死の薬じゃないのお、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 お。ちょ、ちょ、ちょ、待って待って。えっと、一回、えー、液地を復習しておこう。これ、えっと、再現性がなくなると、あの、よろしくない。まあ、動画を見返せば。 あの、明らかなんだけど、えっと、ちょっと、えー、自分で考えておこう。うんと、瓶。一つは空の瓶だった。うん、それ間違いない。あ空の瓶と卵だ。空の瓶とカラスの卵を混ぜたら、エリクサーができたんだ。はあ全くノーヒントだったね。まあ、でも、できました結局、この人が、えー、お兄さんである私、多分私は、この人のお兄さんだと思ってるんだけど、に対して、不老不死の薬を見つけてくれって言われて、 で、さっき、えっと、頑張っていろいろやってたわけなんだけど、ついに、不老不死の薬ができたということですね。エリクサー。長かった。じゃあ、これ、飲みますかあなた。飲みますね。じゃあ、行ってください。3、2、1。はい。First, 兄さんが最初に飲んでくれ待て <laughs> 待て <laughs> お前、なんでそんな偉そうなんだじゃあ、私が飲みますか。じゃあ、私、ちょっと、 あの僭越ながらここで一気をさせていただきたいと思います。不老不死、一気いかせい,いただきます。はい、一気一気古い一気コールだな、これ。えっと、お飲んだ。あこれは、今私は不老不死の薬になっているのですね。不老不死の薬目線だ。で、えっと、自分の体内に入っていく。入、はい、っていって、そしておそらくこれは、 ええー、まあ、おそらくそういうことなんでしょう。この、えー、効果音が鳴った時は大体、あれが起こっています。で種ができた。でさらに潜っていくとえなんでまた口から出てくんのああ兄さん兄さんというか私私は、私が、不老死の薬によって、 倒れてしまったあなたあなたもじゃあ責任取って飲んでください。心配することはない。私は今誰になったの我々はここでずっと過去と未来の人生を生きるのだから。あっ そういうことあーやばいなんか鳥肌立った今種を僕にくれお前が苦労だったのラスティ・レイクの運命はこの種に託されている兄さんの幸運を行かなければミスター・アウルが呼んでいる アウルはラスティー・レイク・ホテルのオーナーだよね。また会おう。この世界でなければ、別の世界で。おしまい。コングラチュレーションズ。あなたはファミリーの秘密をすべて見つけました。プレイしていただきありがとうございました。ということですが。いやー、そういうことか。 ああ、やばい、なんか、鳥肌きたな、やっぱり、最後。うわ、すげえな、なるほど。そっか。やっぱり私がウィリアムだったんだ。というか、私は私なんだね。で、えっと、この時にはウィリアムだった。で、不老不死の薬を飲んだ瞬間に、 えー、私は何の目線になったんだろう木の目線になったのかな種ってことだよねで、えっと、その種を、でもクロウが持ったのかクロウに渡して、で、クロウはその種をアウルのところに持っていった。で、えっと、ジェームズは結局、えー、どうなったかというと、そうか、ジェームズが屋敷に来て、この後。えー、それで、 この種はどっから手に入れたんだっけあ違う苗の状態だっけえっとそうかあれ一番最初この種っていうか木はどうなってたっけあれやばいやばいちょっとパート1見直さんとわからんちょっと待ってえっと一回パート1見直してくるごめんごめん <laughs> 今動画のパート1をちょっと見直してきましたえっと結構すごいことがわかっ まず、えっと、2つほど分かったことがあって、で1つ目なんだけど、えっとまあ、そもそもこのジェームズがなんでこの屋敷に来たのかっていうところで、えっと、動画のパート1を見たらあの、手紙を一番最初もらったんだよね。で、その手紙に、えっと、あなたの叔父はミステリアスな死を遂げました。で、あなたの叔父は、えー、この特別な種と、あと,、えっと、屋敷をあなたに残しました。 っていう、そういう、えー、手紙の中に文章があったわけです。で、えっと、このジェームズは、じゃあ、えっと、種をどうやって手に入れたかっていうと、自分が持ってきていたこのスーツケースの中、ここに種が入ってた。で、その種を植えて、木が出来上がっていくっていう、そんな感じになっていた。パート1見たら。 で、えっと、ま、あこのスーツケースを誰からもらったかっていう話なんだけど、おそらくはこれは、えっと、あ、ここはもうないのか。ちょっとパート1ではちらっと見えたんだけど、えっと、バンタブー向けの紋章が入っていたことから、えー、おそらくだけど、その手紙と一緒に何者からかこのカバンを送られてきたということなんでしょう。このカバンの暗証番号も手紙に書いてあったことから、そこは読み解ける。で、えっと、じゃあ誰から送られたものかっていうと、 まあ、おそらく、えー、ミスター・クローつまり、えっと、さっきやった、あの、えー、何、隠しシナリオの、えー、最後、カラスになっちゃった人からもらったんじゃないかっていうことを、えー、想定しています。というのがね、えっと、ちょっとパート1を見直して一つ思ったことですね。で、もう一つ思ったことがあって、えー、パート1を見てるときに気づいたんだけど、まあ、結局この人が、えー さっき見てたジェームズのおじさんなんだよね。ジェームズから見ると。あなたのおじがミステリアスな死を遂げましたって言って、で、そんで屋敷に来て確かにこのおじさん死んでたから、この人はジェームズにとってみればおじ、つまり、えっと、親の兄弟ってことになる。でだよ。この隠しシナリオを始めるときの一番最初に、こいつ。今はもうカラスになっちゃったけど、カラスになっちゃった人は、 元々何て言ってたかっていうと、兄さん、不老不死の薬を見つけてくれって言ってたの。私に対して。で、その時私は、えー、ウィリアム、つまりこのおじさんだったはずだから、このウィリアムとこの人は兄弟。これどういうことかっていうと、おじさんの兄弟なのよ、この人。それって、自分の親ってことじゃないの。 だから、ミスター・クローは、えー、まあ、ミスター・クローになる前の人かもしれないけれども、自分の子供であるジェームズに、この種と手紙を託して、で、屋敷に招いた。そして、ジェームズは、まあ、その手紙の通り、えっと、種を入手して、で、この種を使って木を植え、 そして、えー、この大木だね、言うなれば、えー、家系、家族を完成させ、そして最後には、えっと、ウィリアム、このおじさんをまた、えっと、作り出したというか、リバースさせたというか、転生させたというか、ということをしたように思える。だから、えっと、このウィリアムと、えー、この人、えー、この人の名前がちょっといまいち、 わかんなかったんだけども、えっと、ミスター・クローで統一するけど、このミスター・クローの二人は、えっと、何も心配することはない。私たちは過去と未来で生き続けるっていう、そういう言葉を最後に残したんじゃないかっていうふうに思います。すごいね。やっぱり、未来と過去が <coughs>、つながってるっていう、そういうことなんだね。完全にそこはもうつながった。予想通り、 じゃあまあま予想通りだけどいいいくつかかかわらない点は確かに残っているこの人が最後に言った言葉この種をミスター・アウルに届けるっていう話をしていたんだけどじゃあえっとミスター・アウルはラスティー・レイク・ホテルだねこれはラスティー・レイク・ルーツっていうゲームだけどその1作前のラスティー・レイク・ホテルっていうゲームがあってでそのラスティー・レイク・ホテルにおいてこのミスター・クローは確かに登場するでラスティー・レイク・ホテルの 主人公は結局誰だったのかっていう話はまだはっきりわかんないのとこの種を使って果たしてラスティー・レイクホテルで何をするつもりなのかっていうのはわかんないこの物語の後にラスティー・レイクホテルの物語があったのかそれともラスティー・レイクホテルの後にこの物語があ たのか今同じこと言った <laughs>、まあ、つまり、えっと、ラスティレイク・ホテルとこの物語の前後関係がちょっとよく分かってないっていうところは未だ謎として包まれています。まあ、あとは、えー、ラスティレイク・ホテルのあのミスター・アウルこのミスター・クローさえも、えー、そのアウルが言う通りにするというふうなほどのあのミスター・アウルは一体何者なのかっていうところは、えー、ラスティレイクシリーズここまで、えー、ラスティレイク・ホテル第1作目と あとこのラスティレイクルーツ第2作目ではまだはっきりしていないというふうに私は思っていますが一通りね、えっとやってみた感想としてはまあそういうとこなんでしょうつまりえっとラスティレイクホテルとラスティレイクルーツは明らかに繋がっているそして重要人物はまあここまで来たらもう一人だよねこのミスタークローこいつが一体何者なのかっていうところが本当に えー、ラスティー・レイクシリーズ通しての、まあ、今後も謎になっていくんじゃないかなと思ってますすごいゲームだねやっぱり最後の最後にえっとこんな鳥肌立つとは思わなかった、えー、ガチでちょっと鳥肌は立ちましたでえっと次なんだけど実はラスティー・レイクシリーズはもう一作、えー、出てますそれはえっとラスティー・レイク、えー、パラノイアだっけなちょっと名前を忘れちゃったんだけど えー、ワンがラスティレイクホテル。えー、私実況済みです。で、これがラスティレイクルーツ。今回最終回の実況で、えー、第3作目のね、えー、ラスティレイク、多分パラノイア。もう、えっと、もうここまで来たらやらざるを得ない。えっと、その時に期待しているのは、えー、ミスター・クローは誰なのかっていうことと、ラスティレイクホテルでの主人公と、まあ、ラスティレイクホテルで最後に出てきたおじさんみたいな人が誰なのかと、 まあ、あと、ミスター・アウルだよね。ラスティ・レイクホテルの謎はやっぱり十分に解けてない。ラスティ・レイクルーツに関しては、ほぼ、えっと、登場人物の謎が、謎が全て解けたと思っているんで、まあ、ね、えっと、次回作、ラスティ・レイク第3作目について、えぜ、ー、ひとも、ちょっとやっていきたいなと思うんで、まあ、ここまでね、えー、っと、見られて、ラスティ・レイクシリーズ非常に興味湧いたなという方がいらっしゃれば、えー、何かしら、 コメント等で感想を共有いただけるととても嬉しいです。まあ、あとは高評価低評価もしていただけると嬉しいし、えっと、YouTube のチャンネル登録等も、えー、していってくださればいいんじゃないかなと思います。気が向いたらね。じゃあ、そんな感じで、えっと、非常に面白いゲームだった。最後までやって大正解だったと思います。よろしければね、えー、っと、次回も見ていただけると、 嬉しいです皆さん、私と一緒にこの不思議なラスティー・レイクシリーズの謎に浸ってみませんかというちょっと変わった感じの締め方で今回おしまいにしたいと思います。皆さん、えー、ラスティー・レイクルーツ実況のご清聴どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。